新宿三井ビルディングは東京都新宿区西新宿の新宿新都心の一角にある超高層ビル。三井不動産が所有する。通称は新宿三井ビルあるいは単に三井ビルと呼ばれることもある。1960年に東京都が策定した新宿副都心建設計画に基づき、淀橋上水上跡地は同年に設立された。 新宿副都心建設公社によって、まず、新宿駅、西口地下広場や新宿中央公園が整備され、造成された外区は、1965年から順次、民間会社に売却されることとなった。三井不動産は、日本における超高層建築の先駆けとして、霞が関ビルを建設した経緯から、新宿副都心開発にも強い意欲を抱き、 1968年3月、9号地を58億円で購入し、新宿駅、西口一帯の新都心開発に参画することとなった。この際、江戸英雄三井不動産社長が、地元の小田急電鉄の安藤奈良六社長からの要望に応えて、外区を購入した住友不動産、慶応帝都電鉄、第一生命保険に連絡調整組織の結成を呼びかけ、 同年11月に新宿新都心開発協議会が発足。三井不動産が漢字役を務めることになった。新宿三井ビルは1972年4月に着工、1974年10月に竣工した。工事の最中には第一次オイルショックが発生し、資材の入手難や諸価格の高騰に直面したが、最終的には目標通り、 のべつあたり40万円以下に抑え完成させた。総工費は約237億8000万円。2020年10月9日、三井不動産は不動産投資信託の日本、ビルファンド投資法人2700億円で売却すると発表した。物件の引き渡しは2021年1月8日を予定している。高さは健康210メートル。 最長部225メートル。竣工してしばらくは日本一高いビルであった。2階はロビー階と表記する。黒を基調としたガラス張りのビルで、新宿の超高層ビル群の中でも一際目立つ外観。竣工当初の東屋は黒だったが、現在は白となっている。隣の新宿センタービルより高さ自体は2メートル高いが、 新宿センタービルの1階より随分低い位置に本ビルの1階があるため実際は低くなって見える。ビル側面にある X 型の鉄骨は耐震補強のための筋階であるとともに各階の両端に設けた機械室の扉の押さえを兼ねている。機械室の扉は4から5階分を1枚にまとめており、これほど巨大なそれを開くことで空調などの機械を容易に交換できるようになっている。 また、京王プラザホテルの設計を取り入れ、非常階段の一部を外部にむき出しに設置し、火災時の煙が非常階段内にたまらない設計が取り入れられている。2015年3月、鹿島と三井不動産が開発に当たった、長周期地震動の揺れを半減させる、超大型精神装置、6機のビル屋上への設置が完了している。新宿高層ビル街に古くから存在し、 回数が新宿では最も多く、ビル内には多くの企業がテナントとして入居している。最上階の55階にはオープンから数年間はワンフロアを占める中華レストランマンダリンパレスが営業していたが現在はテナントの事務所となっている。54階には三井グループの従業員や OB とその同伴者だけが利用できるレストラン新宿三井クラブがある。 一般に開放された展望室はない。ビルの南にある55広場はビル風の影響を小さくするためグランドレベルから沈み込ませ整備。青空天井でテーブルセットは飲食、休憩など自由に使用できる。無料のコンサートなどのイベント、フリーマーケットも行われる。オフィステナントを除く店舗等の配置は以下の通りである。主なテナントオフィスなど、 1996年から2000年にかけてリニューアルされた。18回以上はすべて日立製に統一している。このビルでは毎年8月下旬に55広場にいて、入居企業同士の親睦や交流を図るため、竣工当時の1974年から入居企業大抗の喉自慢大会を開いている。出演者のパフォーマンスが極めてハイレベルなことから、別名、新宿の記載、 会社員のウッドストックとも呼ばれる。参加資格は、新宿三井ビルディングに入居している企業のみに与えられるため、この喉自慢大会に出たいがために三井ビルへ入居した企業も出たと言われる。三井ビルはこの他に、新宿駅南口の甲州街道沿いに、新宿三井ビル2号館、西新宿の大梅街道沿いには、西新宿三井ビルがある。後14社となる。ありがとうございます。